さて、やっていきましょうか。あれ、なんかタップしても反応しないんだけど、なんで？あれ？ちょっと待った。ああ、びっくりした。あ、ちょっと待って。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ、動画撮っていこうと思います。ということで、やっていきましょう。はい、リムルダル編ですね。ついに最後の戦いがやってきましたよということで、まあ、ボス戦前にね、ちょっと何戦かおそらく、利用軍バトル入るんですが、まあ、やっていきましょう。早速、行くぜ。よくやってくれたぞ、ジャンゴ。よくぞ、魔物たちを倒してくれた。しかしじゃあ、さらなるヘルコンドルの軍勢が迫ってきておる。さあ、ジャンゴよ、共にヘルコンドルの手下を追い払おうぞ。どうじゃ、魔物たちを迎え撃つ準備は良いか？オッケー、行きましょう。さあ、あ、どこだ？ここに芋虫が来てますね。おっと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 。やっつ、体がしびれた。ちょい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 。オッケーですね。まだ来る。しびれてんね。はい、オッケー。もっと、腐った死体の人が来ましたね。いて。まあ、みんなで、叩けばあっという間ですね。お、まだ来る。最後の、キャタピラーですね。いて。ゴリ押し。いて。ちょっと腹減ってきてんね。カニ食べよう。はい、オッケー。すべてのモンスターを倒した。満月眼5個ゲット。やりましたね。さて、ちょっと一回回復の意味で一晩寝ましょうか。はい、オッケー。さあ、次でいよいよ決戦か？まだか？まだっぽいね。ジャンゴよくやってくれた。よくぞヘルコンドルの手下どもを倒してくれたの。さあ、もうすぐじゃ。おそらく次に来る魔物たちを蹴散らせば、この島の病気の元凶ヘルコンドルがやってくるじゃろう。まずは配下の魔物たちを倒すのじゃ。ジャンゴよ、準備は良いか？オッケー。さあ、2戦目行きましょう。ちょっと待てよ、飛び道具俺も使うか。おっと。こっから当たる。オッケー、聖なるナイフ投げまくろう。なんだかんだ飛び道具が一番強くないか。オッケー、よし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 。
聖なるナイフで聖なるナイフで遠くから始末しよう。 OK、 やりましたね。まあまだ来るんでしょう。キラーリカント来る。ナイフ当たるかこれ。ちょっと背が低いか。お、ゾンビも来ますね。ちょっと当たんねえな俺が濃厚なのかもしれんけど。オッケーオッケー、ナイフで遠くから始末しましょう。くらえ。さあ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 、お、でかいゾンビがいますね。よし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 、とどめ。あれ、まだか。くらえ。よし、すべてのモンスターを倒した。やっぱナイフ強いね。はい、オッケー。さあこれで次が、ヘルコンドルですかね。よくやったのジャンゴ、ヘルコンドルの出てきたは全て倒したぞ。さあ残るはヘルコンドルじゃ。病の元凶を倒しこの地に光を取り戻そうぞ。ジャンゴよ、ヘルコンドルにはお主が町の仲間と共に作り出した、大弓が有効じゃろう。高い位置から大弓で射撃し、ひるんだところを一気に畳みかけるのじゃ。さあ、ジャンゴよ、決戦の準備は良いか？ここでね、ちょっとね、弓の位置、これで本当にいいのかが疑問なので、どうしようかなっていうね。まあまあまあ、でもやってみましょうか。では、共に病の根源たるヘルコンドルを。でもこれ多分あれでしょ、ゴーレム戦と一緒で、何なんじゃと、ここは自分一人に任せろじゃと。あ、自己申告なんだ。うねね、わかった。わしらは足手まといじゃ。ここはお主に任せる。頼んだぞジャンゴ、ヘルコンドルを倒し光を取り戻してくれ。なるほどねと。さあボス戦ですね。お、みんなが消えてしまった。さあそしてやってくるのがヘルコンドルですね。いやー、大空かける病の主ヘルコンドル。さあ、あれ、ちょっと待って、まずは弓で、ね、ちょっと待ってこれでいいのか、これで当たってるかっていうか、ちょっと待った、同じ方向だけじゃダメだ。ちょっと待って、お、羽を休めてどこにいる、あっちか。あーっていうか、お前ら何なんだ、ちょっと待って、何、危な、え、ちょっと待って、どうなってる、しかも混乱しててまっすぐ歩けないんだけど。ちょっと待って待って、いろいろ予想外だな。待て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 、当たんねえ。ちょっと待って、大弓の位置が悪すぎた。当たんない、ちょっと待って、ちょっと待った、準備不足すぎる。当たった、当たったけど、おっと、
ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、また来てるし。ちょ。くっ。お、ヘリコンドルあっちか。くらえ。あ、おし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 、地上に落ちた。この隙に殴れと。よし。いけ。また飛ぶ。弓を打ち込めになったね。ちょっと待って。おっと、危ない。よし。ちょっと待って、ドアが壊れたやつを持っててもしょうがないんだよ。これ一回こっちにやって、大弓がね、全部こっち向いてっから、これ一個壊して、ちょっと待った、やばいの来た。危ない。うお、ちょい。なに、これはなんだ今の。羽を休めているだと。ちょっと待って。ちょっとこれは明らかに準備不足だな。くらえ。危な。当たれ。お、当たったか今。当たった。よし。危ない。ちょっと待って。くっそ、今だ。あれ、当たらん。で、これが当たるんだよな。あ、よし、OKOK。 あ、よし、今。いけ、削れ。あーっと、半分超えたね。よし、OK。 いけ、よし。さあ、ちょっとあと半分だから、なんとか。いけ。ああ、やべえの来た。ちょっと待った、ここにいよう。ここにいたら、一応、安全だよね。よし、OK。さっきは吹っ飛ばされたからね。これで OK。 よし、 OK。 ここなら当たる。この2発使っていこう。危ない。あー、しびれた。くっ、ちょっと待って。上に登れないでうろうろしている。待て。ヘルコンドルどこだ。あー、もう敵が。よし、あっち行ったな。くらえ。そっちか。くらえ。危な。ちょっと待て。よし。よし。いける。これでいけるか？もう一回か？いける。いけ。おーし、オッケー。
ヘルコンドルを倒した！やったぜ！初めて雨雲の飾りを手に入れた。オーケー。雨雲の杖をひらめいた。これで、この世界を浄化できますよということですね。周辺に聖なる雨を降らせる杖とは。オッケー。ちょっと準備不足だったね。この大弓の施設が。さあ、じゃあちょっと話しかけてみましょうか、エルさん。びっくりマーク出てる。あ、ジャンゴ様、ついにヘルコンドルを倒してくださったのですね。おうおう、なんということでしょう。これでこのリムルダールの地に蔓延する病も根絶できるはずです。ジャンゴ様、本当に本当にありがとうございました。ところでジャンゴさんは手にされているその不思議な結晶は何です？ひょっとするとビルダーであるあなたなら闇を晴らす特別な道具を作れるのではないですか？なるほど。雨雲の杖を作ってくださいと。さあ、まあ、とりあえずね、ボス倒したので、新しいね、雨雲の杖を手に入れたら、もう新しい地にね、行ってしまうと思うんだよね。なので、まあ、ちょっと、あれですかね、その前に街とか、この周辺をね、少し、整理してね、なんて言うんだろう、整えてから、次の地に行きたいかなと思いますので、まあ、今回はね、ちょっとここまでにしておきましょうかね。ヘルコンドル戦がね、まあ、意外となんとかなったので、ま、なんか準備不足感もあったけどね。お、見事じゃ、見事じゃぞ、ジャンゴ。ついにこの地の病の元凶、ヘルコンドルを打ち倒したのじゃん。これでリムルダールに光が戻ろう。そしてこの地の病も消し去ることができようぞ。ありがとう。ありがとう、ジャンゴ。なるほど。みのりさんですね。あ、ジャンゴさん、ひょっとして、例のあのお弓がものすごく役に立っちゃった感じですか？立っちゃいましたね。やったやった。これで病気を治してもらった恩返しもできました。それじゃあ、そのお弓、ヘルコンドルを倒した伝説の武器ってことにしちゃっていいですか？いいんじゃない？ハヤブサの剣もね、活躍したかなーっていう感じですね。今だから言うが、実は私は鳥類が大の苦手なのだ。目を閉じるときに、上からも下からもまぶたが閉じる感じがどうしてもダメでな。とにかく倒してくれてよかった。ありがとう。よくやってくれたな、ジャンゴド。なるほどねと。ケイシーさん。やったじゃないか、ジャンゴ。見事にヘルコンドルをぶっ倒したね。どうだい、みんなで一緒に考えた大弓は役に立ったかい？立ちましたね。私たちの魔物と戦う力なんて結局はたかが知れてる。だけどもしあんな形でもあんたの役に立てたなら嬉しいよ。なるほど。ザッコさん、おう、扉越し。やったべ、ジャンゴ。ヘルコンドルのやつはぶっ倒してくれたんだな。リオのやつ、ヘルコンドルがやられちまってさぞかしへこんどるんだべな。ちょっと待ってくんろ。別にオイラ狙っていったわけじゃねえべ。ジャンゴ、せっかくこんな時なのに、そったら冷たい目で見ねえでくんろ。なるほどねと。ノリンさんですね。おっしゃ、やってくれたな、ジャンゴ。やってくれたんだな。これでリムルダールに平和が戻る。町の外にも出られる。魚も釣りに行ける。お前には感謝の言葉もね、ジャンゴ、お前は俺の誇りだぜ。なるほどね。あ、みのりさんは話したよね。もうみんな話したかな？そうだね。多分みんな話しましたね。じゃあ、そうだな、拠点、最後にね、なんかもうちょっと手入れをして、次の世界に行きましょうか。っていうか、ちょっと待って、今なんかはしごが描写消えてただけか。ここだけじゃなくてはしごも壊されたのかと思った今。危ねえ。そういうわけではなさそうですね。大丈夫だね。はい、ということで、まあじゃあ次回でね、この世界
とはお別れになるかなと思いますが、まあその前にね、ちょっと、建築をしたりなんかしようかなと思います。ということでね、今回は、ここまでにしておこうかなという感じですね。はい、ということで、まあ、なんかね、思ったよりあっさりだったかもしれんけど、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。